オスプレイ級沿岸機雷総統艇は、アメリカ海軍が運用していた、機雷総統艇。同系艇は12隻。当初ノルウェー海軍が、アルタ級総海艇で実現したのと同様の表面、高火力線のカーディナル級機雷総統艇を計画していたが、機雷爆発により発生する衝撃に対する不安等からキャンセルされ、代わりに、イタリアのレリチ級機雷総統艇をベースにした。 本級が整備されることになった。レリ地球を拡大したような外観であり、線形は朝鮮主労型、船体構造も同様にガラス繊維強化プラスチックによるモノコック構造となっている。指揮官としては、急ったフラスキーに射精、ID36SS8V AMV 型8、気筒ディーゼルエンジンが搭載される。水中放射雑音低減のため、 指揮官は、課題上に設置されている。また低速時には180馬力の補助電動機2機による、電気推進を使用するほか、定点保持のためバウスラスターも備えている。装備面では、先行するアベンジャー級総会艦と、同様、アン S、SQQ-32 可変深度ソナーとアン SL、SLQ-48 自走式機雷処分具を、搭載する。 ただし、レリチ級やアベンジャー級と異なり、かかり相会具や、官王相海具は搭載せず、機雷相当に特化している。アン、s 9 9 3には、アメリカの冷戦音社とフランスのトムソンシントラ社により、開発された、機雷探知機で、機雷探知機能は、冷戦音社の技術に基づいて 35kHz の周波数を使用しており、5本の垂直ビームによって、 全周にわたって海面から海底までを捜索できる。一方、機雷類別機能は、トムソン・シントラー社の技術に基づいて445から6 5 0ヘルツの周波数を使用しており、0.13度の分解能を誇っている。アン、s l q 4 8機雷処分具は、ハネウェル社によって開発されたもので、 深々と嫌いに対処する必要から、海上自衛隊の S-7 などと同様の母艇、給電方式を採用している。運用深度は、推定500メートル、速力6ノットで、嫌い類別用の高解像度ソナーとビデオカメラを備えている。前艦2006年から2007年にかけて、アメリカ海軍より退役した後、各国に引き渡されている。ギリシャ海軍、 エジプト海軍は各2隻を受領した。2008年4月29日トルコへ1隻引き渡すことが議会により承認された。その後、トルコに対する2隻目と台湾に対する2隻の販売が認可された。2010年9月28日、台湾に対する3隻目の輸出について米上下両院での承認が得られた。2010年9月29日に 米国上院がインド海軍に対する2隻の販売を承認したとインドのメディアで報じられた。2012年8月10日、台湾の左栄光においてオスプレイ級2隻の台湾到着を記念する式典が挙行されたが、正式な最終駅は同年10月を予定している。ありがとうございます。